こんにちは、松尾修造のこれ知ってます、毎日ですね、松尾修造が興味持ったものを紹介しているコーナーでございますけどね、今日はフルーツビール、まああんまし日本人は馴染みないんですけど、ベルギーなんかではね、結構何百種類というフルーツビールっていうのがありまして、今地ビールなんかでフルーツビール扱ってるかあるんですけど、最近ちょっとフルーツビールが女子会で人気だということがございましてね、まあ、例えばブーン醸造所の、ブーンクリーク、これね、ちょっとこうチェリーみたいな感じの味がする、ビールがあったり、それからリンゴ、ヒューグ、醸造所のフローリスミックスフルーツとかね、これビールなんですよ。ビールなんですけど、このデザートのこうフルーツっぽい味がするという、飲みやすいんでしょうね、これ。日本ではビールでなくて、実際に発泡酒としてね、扱われているそうなんです。それから、デュベルモルガット醸造所のリーフマンとかね、もう海外からばっかりですね。で、この、フルーツビールというのが飲みやすくて、女性の間に流行っているということでね、今日の松尾修造はこれ知ってます。松尾修造が興味持ったこと、今日はフルーツビールの紹介でございました。カミカミですんでね、よくわかりませんけど、その辺はもう流してください。ありがとうございました。